ネバーエンディングストーリーは1984年のドイツ・アメリカ合衆国のファンタジー映画。ミハイル・エンデの小説、果てしない物語の映画化作品であり、ウォルフガング・ペーター・ゼンが監督を務め、バレット・オリバー、ノア・ハザウェイ、タミー・ストロナフ派が出演している。公開当時、アメリカとソビエト連邦で制作された映画としては最高額の制作費が投じられた。 ネバーエンディングストーリーシリーズの一作目である。原作小説の前半部分を映画化しているが、結末の描写は原作とは異なっている。原作の後半部分は、ネバーエンディングストーリー第二章で映画化され、ネバーエンディングストーリー3では、オリジナルエピソードが描かれた。主人公バスチアンはいじめられっ子で、母を亡くしてからは、 父親と二人だけの寂しい生活を送っていた。そんなある日、いじめっ子から逃げるために飛び込んだ、コレアンダー書店で彼は、不思議な本、ネバーエンディングストーリーと出会う。本を読むと物語の主人公になれる。本の世界で竜に乗れる。だから本が好きだと力説する彼に、書店の主は、だが、それらの本は読み終われば、現実に戻される。この本は危険だ。 と止めるが、どうしても読んでみたいバスチアンはこっそりとその本を盗んでしまった。学校をサボって本を読み始めたバスチアンは、ネバーエンディングストーリーの世界に浸り始める。内容は、無による崩壊の危機に瀕した、不思議ない世界、ファンタージェンを救うため、草原の勇者アトレイユが旅立つ。アトレイユには、お守りとしてアウリンが授けられる。 このメダルの形をしたアウリンには不思議な力が宿るとされ勇者アトレイを真の道へと導いていく。本の中の壮大なファンタージェンを舞台にし主人公と共に冒険を味わい物語に胸躍らせるバスジアンだが物語が進むに行くにつれついに来るべき結末がやってくる。圧倒的に強大なムによるファンタージェンの世界の崩壊、破壊は とどまるところを知らず、すべてを破壊し飲み込んでいく。バスチアン自身も驚く、思わぬ結末を迎えることに。そして、それを救うのは、アトレイユでも、王女でもなく、意外な人物であった。作中に登場する、スフィンクス像原作者のミハイル・エンでは、果てしない物語の映画化の話を好意的に受け入れ、監督のウォルフガング・ペータージェンの脚本アドバイザーも、務めたが、 原作に対する権利は5万ドルしか支払われなかった。また、エンデは自分に無断でペーター・ゼンが脚本を書き直したことで、バスチアンの想像力なしでファンタジエンが再び現れるという原作の精神から逸脱したと感じ、制作の中止化タイトルを変更することを要求した。プロデューサーが要求を拒否したため、エンデは訴訟に踏み切ったものの敗訴している。 彼は映画について、キッチュで、商業的、俗物的なメロドラマ映画と称している。プロデューサーのベルント・アイヒンガーは、果てしない物語を読んだ自分の子供たちに映画化を求められた。彼は映画化には、消極的だったものの承諾し、映画化の権利を取得した。撮影の大半は、ミュンヘン近郊のバイエルンフィルムで行われたが、現実世界の路上シーンと小学校のシーンは、 カナダのバンクーバーでアトレイユが浜辺にいるシーンはスペインアルメリアのモンスルビーチで撮影している。西ドイツ公開版には主題歌がない。北米日本公開版ではワーナーブラザースの移行によりジョルジオ・モロダーの楽曲へ変更され、イギリスのロックバンドカジャ、グーグルの元ボーカリスト、リマールの歌う主題歌が追加された。これらは作品ヒットに貢献したが、 細かいシーン編集によって尺長は西ドイツ版より6分に40秒短くなっている。制作費6000万マルクに対し1億ドル以上の工業収入を記録するヒット作となった。西ドイツでは観客動員数は500万人、工業収入は2000万ドルを記録している。アメリカでの工業収入は低調だったが、この理由について映画が ヨーロッパ的感性で制作されていたためと、ペーターゼンは語っている。ウォルフガング・ペーターゼン、ロッテントマトズには41件の批評が寄せられ、支持率80%となっており、死にかけのファンタジーランドを想像力で救おうとする、少年の不思議な旅を描いた、ネバーエンディングストーリーは、今でも多くの子供たちに愛されている作品ですと、批評されている。 メタクレティックでは10件の批評が寄せられ、平均評価46、100となっている。シカゴサンタイムズのロジャー・イーバートは3、4の星を与え、視覚効果について、全く新しい世界が創造されたと称賛する、批評をバラエティ師に寄稿した。一方、ジームシスケルは、特殊効果や美術は安っぽく、幸運のドラゴンであるファルコンの造形は、カウンティーフェアで勝ち取り、 帰る時には捨てている、ぬいぐるみのようだと告評した。また、ノア・ハザウェイを、つまらないやつと呼び、上映時間についても、長すぎると告評している。ヴィンセント・キャンビーは、ニューヨーク・タイムズに寄稿し、品もなく、ユーモアもない子供向けファンタジーと告評している。彼は、記事の中で映画の一部が、プレティーンエージャー向けの実存主義ガイドのように聞こえたと指摘し、さらに、 ダサい特殊効果と実用的でないバスマットのようなドラゴンの造形を批判している。コリン・グリーンランドはイマジン氏に寄稿し若きアトレイユがファンタジエンを無から救うというヒロイッククエストは不器用な編集でなければ説得力を持たせることができただろうと批評している。ありがとうございます。